こんにちは、こんばんは、やさまるです。今日はというか、玉ドラの里が来てたので、普段はコインダンジョンなんですけど、コインダンジョン一度僕買ってて、一番下かな、玉ドラの里1000万コインで買えるんですけど、それが来てたので、玉ドラの里にちょっと行こうかなというふうに思います。まあ、でもランクがもう少しで上がりそうなので、ランクを上げてから行きたいと思います。ではランクが上がってスタミナが全回復したので、玉ドラを終え行きたいと思います。このパーティーで行こうと思います。一応固定ダメージ、固定ダメージ毒で直接やって、一応ベジットで1体ですけど固定ダメージっていうので、これで行きたいと思います。挑戦、これはいけるんじゃないかな。よいしょ。ここでスキルを貯めるんですけど、一応カーリーとメタトロンはスキルブーストを2個ずつ持ってるので、その要因として一応入れてます。お、16倍、これでいけると思うんですよね。固定ダメージ3つあれば、よいしょ。あ、キー消しても意味なかったか。たまーたまー、この人たちは普段するピュアスマイルっていうのをやってこなかったと思うんですよね、おそらく。よし、まあ、玉ドラが欲しくて、まあ、これはビビーですけど、まあ、覚醒させたいのが多すぎて、まあ、これも大丈夫でしょう。だからもう本当にいいですよね、こういうの。よいしょよいしょよいしょ。これでまずはバトル1が通過で223と、スキルブーストが4つ、あ違うな、ベジットで2つあるんで6個ですね。よし、これで一応皆さんたまるんですけど、あ、皆じゃないか、ここがバトル2なので234いきましょう。毒の霧発動で、これでまず倒すと、でバトル3はまあどっかまた戦わなきゃいけないんですけど、ソーラーレーザー発動、光ラーを一番最後に取っときたくて、なんだっけな、覚醒オーディンじゃなくて覚醒オーディン玉ドラかなの、どっ、あ、そっか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 、すいません、覚醒オーディン玉ドラがピュアスマイルをしてくるので、こっちはバインド食らう可能性があるので、こっちのソーラーレーザーを道中で使い、こっちのソーラーレーザーをボスバトルで使うと。ここは敵一体だけどスーパーベジットソード、オッケー、あとはもう殴りましょう。あ、キーないんだ。よし、ベビ玉はそんなに強くはないから、本当に安心してできますよね。お、闇があるから闇の全体攻撃で終わりそう。ここで終わるんじゃないかな。入った、どうでしょう、 OK、 これでピュアスマイルが、お、ありがとう、ソーラーレーザー発動で倒すと、よし、ナイス、こんな感じでございます。でもう一回行きましょう。もう一回リーダーをラーにしていきたいと思います。発
つクリア、ありがとうございます。わー、玉ドラ嬉しい。今度はフレンドを光ラーにしていきたいと思います。スキルブーストが2つベジットの分減っちゃうので、貯めなきゃいけないんですけど、よいしょ、まあそれは別にしょうがないかなというふうに思うので、よし、8ターン、まあ他のも消した方が良かったかな。たまたまふわふわしている、しましょう。もう木がないからあれなんだけど、光がちなみに 1,2,3,4,5,6,7、 光が強いですね。よし、バトル2、一応はいと光は取っといて、よし、一応水も5つつなげて、光、いや今闇もやろうかなと思ったんですけど、ちょっと俺には無理だなと。これでいかほど、おーおーおーおおおおおお、あ、てかこのパズルしなくていい、いいんですよね、こう、はい、忘れてました。ちなみにここバトル3ですね。はい、あ、1個もったいなかったかな、バトル2から使えば。そうですね、バトル1でスキル貯めとけば、ラーラーリリスラーですね、バトル1でスキルを貯めればいけますね。よし、じゃあリリス毒の霧発動で1コンボすれば自分のラーが溜まって、バトルフォート、フレンドのラーソーラーレーザー、さあ OK、 やめてくださいピュアスマイル、こうかかっちゃうんですよね。で光ラーを残しておけば OK、 あーお前かい、ということでこんな感じでいけると。コインで買った時は全然ラーが1体しかいなかったので、あとリリスはいたかな。コインで買った時はラーとリリスはバトル5まで取っといて、リリスがバインドされてもラーでやるみたいな感じで言ってたんですけど、この方諸葛亮を3つですね覚醒させたいと思います。ベビーで行きましょう。合成開始、2つどうぞ、ありがとうございます、ありがとうございます、どうぞ、もうもうもうまあ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 、1個ずつ行きましょう。ベビーちゃん、まあこれはもう玉ドロ食わせてもいいとは思うんですけど、はい、ありがとうございます、やったね、よし、ということで玉ドラの里が来ていたので、ちょっとすごく今嬉しいというか、このマリンライダーロビンもバステトのパーティーで入れようかなというふうに思ってて、いろいろとね覚醒させたい子がいっぱいいるので、ちょっとタモドラの里をもう何回かぐらい行きたいと思います。でもここにこの子もまあいますけど、グングニールいますけど、ベビーじゃなくてね、ベビーじゃなくて、ベビーも可愛いですけど、タモドラいいですね、すっごい、まあめっちゃ感情こもってないような感じだったけど、でもタモドラは可愛くてすごくいいですね。パワーアップ合成時素材に使用するとベースが持つ覚醒スキルが必ず解放されると。ちょっとタモドラの里にお出かけしていきたいと思います。
では最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。